政治家ですね。その名が出ました。こうだったんですね。右が出てるんですけど、最初の2本は抜けて、4本打ってるんですけど、右側と左側ね、外れてますね、2本はね。それからちょっと出遅れて出ました。っていうのは、3万円以上稼いでたのは今、右左2万ぐらい。2万と2万4千なんですよ。で、落っこってくるなーっていうような感じの時なんで、また突き上がったなーっていうような感じでね。で、1万近く落っこってきましたから。手もで左側とそしてですね。また落ちてくると助かるんだけども。クロちゃんが来てるね。ね、じゃあねーって袋で。じゃあねーって言ってみる。ずっといたりするの。クロちゃん。大牟田の味にね、話すんですよ。こちらの、クロちゃんは。はい、こう勝ちましたね。元気元気。はい、勝ちました。日本とも勝ちましたね。レポート見てみましょう。かわいいと一緒ね。はい、こんな感じで1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 11勝2敗ですね。11勝2敗で下に下にうる。あ、ちょっとこれ下ですね。ちょっと溺れたんでやりますね。このね、顔写真で、ね、邪魔されちゃったんですね。それでか必ずやめるのね。なんかトラブルがあったらすぐ停止。USBJPY 下に下にうるうる。ね、ましょう。元気元気。起こすね。これ突き打てるとね。さあ、USDJ ではどうでしょうか。まあ、このファイナルオプションがうまく利用できるかの試験ですね。一応、ライブ投資ですね、これね。ライブ投資での試験投資です。時間がね、これですね。
LDJTY 下に売る下に売る GDDJTY 下がって随分上がっちゃったな。これ今打つのが下に売る何で下に売るの GDDJTY まあいいでしょう。これ一本だけで様子見ましょう。スタミスタミルルルなんでしょうか。これかまってこういうトラブルはちょっと困りますね。ダイアログがダイアログが出てるのこれ。ほらほら、動かないでしょ。何をやってんですか、これは。何にもダイアログも表示できないでしょ。ほら、くたばってるでしょ、これ。何ですか、これは。ね。これ、ほら、ダイアログは出たんでしょ。だけどね、これ。これダメでしょ、何ですか、これは一体。何をするんですか。ちょっと立ち上げますね。トラブルなんで。一時停止。今トラブルがあってね。すごいこの打ち方のね、ダイアログ表示が裏側に返してて、全部動けないと、この操作もできないというバグがありましたね。全くひどいね。こっち見てますかね。被害2本ぐらい損しちゃったですよ。こういうことはちょっと困りますね。で、カンデルポート。ね、これ。これね。JPI になったよね。あ、AUTF の左側ね。LDUSB 下に売る USB 下にちょっと売るチャンスがなかったな。上がって下がっちゃったですね。表示されて裏にされて操作は不能になるっていうのはこれひどいね。全部こうねシャットアウトしたんですよ。注意しないといけないですね。
セブンシャットアウトだからプログラム上で操作できないですね。ひどい。下がってくるんだよね。これはやばいな。下がってくるんだよね。12勝3敗か。これは大きなね。まあこれによっての原因じゃなくてトラブルでもちょっとあと事情で打てないからね、頭混乱しちゃいますね。こういうバグが出るとね、システム停止で Windows のシステムでこれシャットアウトしたんですよ。イエスかノーかということで何をするのかな。そんな通達離れたら離れてノーにするということで、なるほどね。どこに打たれるか分かんないです。全部ノーにするかな、分かんないかね。まあ、ちょっとシグナル出るまでちょっと待って AUTDSP、 左側のパソコンからシグナルが出ましたね。シグナルの位置が別だからね、あのハイアンドローとねこっちと違うんですよ。ちょっと一つ入れ違えるんで、通学号は75なんですけど違うんですね。
これあの試験投資ですね。いいとこ打てたことは打ったですね。これはないですね。ZD、ね、下に売る。ないんですよ、JPR。今下に売ると出てますけどね。ないんですよ、ここは。下に売る。また出た。いい加減にしてくれないか。ほら、いい加減にしてくれないか。これ今打ったんだけど、ダイアログこれシステムを遮断しないとダメです。これバグだな。こんなこといちいちやんないといけないの。このタスクバーでこれでね、これをね敗退しないとダメなんですよ。これはひどいなぁ。これじゃあちょっとね、またバグが出ましたよ。これ止まっちゃうでしょ、操作不能になっちゃうでしょ。これいちいち電これシステムね、このプログラムのバグですよ。これはこのいちいちサーバー接続しないといけないのかと。あと早動画のウェブ操作が重いからね、プログラムじゃないと遅いですよね。これはね、早こういう割には遅いんですね。ウェーブソフトと変わんないんですよね、プログラムはね。NDUSB。これどうなったの？変わったの？上に、ある。やっとかですね。ああ、気悪い。結構ですね。これ、このバグはひどいですね。先生ちょっと。ん？アコフティの00？またわかんないでしたかな。処分までかなと。ちょっと待ってくださいね。よかったですね。これが負けて、ここに間もトラブルでしょ。これ困りますね。この会社のバグ。私が知らない人はちょっとね、お伺いしましょう。